にちは、瀬戸康史です。ただいま私羽田空港に来ております。これからですね、私飛行機に乗って四国の高知県に行ってきたいと思います。それでは行ってきます。龍馬空港に到着しました。もうね、着いたらね、もう高知県高知県っていうのがねいっぱい書いてありましたよ。それでは行きましょう。はい、おはようございます。瀬戸康史です。ただいまですね、朝8時です。今日はね、日曜日なんで、高知県のね、ここの通りではですね、日曜市っていうですね、市場が開催されております。なんか結構有名らしくてね、来たんですけど、今歩いてきたんですけど、すごい長いのこれで、1個車の道路の片っぽをこっち全部潰して、それが市場になってるっていうね、感じで、テントがね、全部こんな緑のテントで統一感があってね、なんか面白いんですよ。で、野菜とか果物とかいっぱい売ってて賑わってます。ということで、ここね、歩いてみることにしましょう。カブでかい、でかいよ。野菜がでかい。トマトはちょっと梨、あれ梨ポンチだよ。でかくない、梨でかくない、梨って書いてあったら高菜、なんとか高菜。おさごがブロッコリーをパッコリパッコする。生姜っていうのは高知県で有名なんですか？全国一の生産量なんです。全国一の生産量らしいです。僕東京から来たんですけど。東京ですか？はい、どうも。寒いでしょ、これ。寒いっすね。はい、どうも。はい、ありがとうございます。生姜を買いました。それではこんな感じですね。朝すごい寒いんでね。ではいただきます。ちょっと甘いですね。甘くて生姜の味がする、生姜汁ですね。美味しい。でですね、ここで有名なのはですね、芋天ね。高知の人にも聞いたんですけど、芋天食べてください、芋天食べてくださいと。さつまいものね、天ぷららしいんですけど、そのね、芋天をまずちょっと食べたい。絶対、はい、いらっしゃいませ。絶対、芋天を、1個ください。はい、110です。はい。これは高知県で有名なんですか、芋天っていうのは。そうですね、今は。今は今、もう有名になって何年もなります。あ、そうなんですか。はい、どうも、はい、ありがとうございます。こちらが芋天でございます。こんなんですよ、ね。鈴江さんすごく食べたがってたんですけど、私が一口目いかしていただきます。これ1個110円です。いただきます。ん、あ、
黄色いんだ。甘いって聞いてたんですけど、甘すぎずしょっぱすぎず、これうまい。吉田さん、今静江さんがねこっちで、食べてるんですけど、めちゃめちゃいいリアクションしてます。うまいって言って、静江さんすっごい勢い食べてます今。芋天、うん、外がカリカリで中がホクホクなんですよ。なかなかねないこういうのは。例えれば 何かね、静江さんこれ何に似てる、これなんか、なんだろうね、これなんだろう、これうまい、これは売れるね。芋天でございました。美味しかったです。特谷トマトください。はい、ほんと美味しいから。これ今高知県の取材のビデオを撮ってるんですよ、はい、インターネットで公開されるやつなんですけど、やっぱ高知はトマト美味しいですか。美味しい美味しい、急に元気になりましたね。特谷トマトは特に美味しいと、うん、あ、トマト出てきた、食べてごらん。あ、いただきます。お姉ちゃんも、あ、お姉ちゃんと、はい、じゃあこれ、あ、ちょっとちぎってもらっていいですか。うん、ちぎって、よいしょよいしょ、はい、お姉ちゃんお姉ちゃんお兄ちゃん、じゃあそのまま口の中ポイッと、うん、いただきます。いただきます。はい、いらっしゃって。うん、ね、みずみずしい、おいしいの、甘い、甘いね、うん、それが特谷トマト。はい、これが特谷トマトですか。特谷トマトです。うん、特谷トマトゲットしました。うちんこだよ、ほんとこれもものすごいおいしいおばちゃんどんどん進めてきますね。そうよそうよそうよ食べて美味しいから、じゃあちょっと1個いきましょうか、これも、はい、じゃあ1個ください。これだよ、あ、これですね、いちご大福、はい、あ、 ありがとうございます、はい、ではいちご大福、朝からいちご大福こんなとこでいただきます。ここで食べるってなお美味しいだよ。うん、うん、すごい、これすごいね。そうでしょ、すごいの、すごい、ありがとうございます。ありがとう。じゃあこれ食べながら行きますわ。行って。どうもありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。高知家。どうもこんにちは、瀬戸康史です。日本三大がっかり名所という言葉があるそうです。札幌の時計台、長崎のオランダ坂などとともにですね、高知県の播磨屋橋という名所もこのがっかり名所に含まれているそうです。失礼な話ですよね。なんか期待して行ったはいいけど行ってみたらがっかりっていうスポットらしいんだけど、失礼だよね、失礼ですよ。ということでね、私早速ねこの高知県のがっかり名所である播磨屋橋に来てみました。それがこちらです、播磨屋橋。ここ見てください、ここ、来てくれな、ほら播磨屋橋、播磨屋橋ね、播磨屋橋です。ではちょっと静江さん行きますよ、行きます、渡りますよ、渡りますよ、行きますよ、よーし、はい、渡り終わりました。以上です。播磨屋橋でした。わざわざ高知県に来てね、なんか日本三大がっかり名所なんですよとか言って、播磨屋橋ですとか言って言うとさ、なんか高知県の人に失礼なんじゃねえかなと思ったらね、実はですね、こういう看板があって、ここにね、がっかり名所でごめんちゃって書いてあるんですよ。だちょっとね自虐的な感じになってて、高知県の人も別にね播磨屋橋はがっかりだよね、がっかりだよねっていう風に共有していただけるようです。昨日もね高知の人と喋ったんだけど、あー、あそこはねがっかりですよねっていう風におっしゃってました。そしてこちら、こちらです、ミニ播磨屋橋がこんなところに
あります。これ何なんでしょうね。これは渡りました、渡りました。ということでね、あの皆さんも、高知県に来たらね、播磨絵橋にがっかりしに来てみてください。あの本当に実際見てみるとうーんっていう感じになりますんで、播磨絵橋おすすめです。なんか洋風のモーニングにもかかわらず、お味噌汁がついてるってことなので、ちょっとそれ確かめに行ってみたいなと。パスタに唐揚げにプリンがついてる、不思議なメニューがいっぱいある。いただくぜよ、ウインナーコーヒーぜよ。